この辺りに住まいいたすものでござる。こんにった天気もようござるによって野湯さんに出かけようと存ずる。さてそれにつき、ここに親しゅうするお方がござるが、常々野湯さんに行くならば誘うてくれいと仰せられてござるによって、これをも誘うて参ろうと存ずる。まずそろりそろりと参ろう。いやまことにこう参ってもお宿にござればようござるが、もしござらぬときは参ったせんもないことでござる。いや何かと申すうち早これでござる。まず案内をこう。物も案内も。いや表に物もとある。案内とはたそう、どなたでござる。私でござる。こなたならばよそよそしゅう案内に及びましょうか。なぜずっと通りは目さでいで。私もさよう存じてはござれども、もしお客橋ござろうかと存じ、わざと案内をこうたことでござる。それはいつもながら五年のいらせられたことでござる。して今日は何とおぼしめしてのおいででござるぞ。ただいま参るも別なることでもござらぬ。かねがねこなたには野湯さんに行くならば誘うてくれいとな仰せられたではござらんか。いかにもさよう申してござる。幸いこんにった天気もようござるによって湯さんに上と思うてお誘いに参りました。やれやれ、それはようこそ誘うてくだされたり。幸いこんにった私も暇におりまするによって、いかにもお供いたしましょう。すればご同心でござるか。なかなか同心でござる。それならばまずこなたから行かせられ。まず戦次第に行かせられ。戦とあらばお先へ参りましょう。さあさあござれござれ。参りまする参りまする。さてこんにったお宿にござらぬかと存じてござれば、早速おいでくだされ。このような喜ばしいことはござらぬ。私も幸い宿元に居合いて、このような満足なことはござらぬ。いや何かと申すうち早野へ出ました。まことに早野へ出ました。はあ、宿元にいるとは違うて遠山に霞のかかったところ、また木々の目出しまでもが春めいて面白いことではござらんか。仰せられる通り小鳥のさえずりまでも春めいて面白いことでござる。いやもしこれに何やら青いものがたくさん芽を出しました。どれどれ、まことに何やら青いものが芽を出しました。これは何でござろうぞ。何でござろうぞ。おお、こりゃつくづくしでござるな。まことにつくづくしでござる。いや私の存じまするにはこれを摘み取り家ずと土産にいたそうではござらんか。それは一段とようござりましょう。さあさあ
つわせられいつませられ心得ました心得ました。この辺りにはおびただしゅうできてござるわ。この辺りにもひしとできてござる。ああ申しておる。踏ませられるな踏ませられるな。申し踏ませられるな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 。もしもし、これにちと竹名護をなりすぎて小首をこう傾け物暗示姿になったつくづくしがござるわ。まことに物暗示姿になったのがござるわ。これにつき私は一瞬浮かびました。ほうほう、こなたにはお歌がなりまするか。歌と申すほどのこともござらぬが、こうもござろうか。早出ましたか。つくづくしの首。つくづくしの首。しおれてぐんなり。それは何でござる。歌でござる。いやもし、何とそのような歌があるものでござるぞ。いやいや、これにはきっとした弾き歌がござる。あらば、読ませられ。ご存じなくば、読んで聞かせましょう。我が恋は、我が恋は、松尾しぐれの染め兼ねて、染め兼ねて、幕図が原に、風沢ぐんなり、と、ようでござるわ。なんじゃ。またぐんなり。ぐんなり。ぐんなりぐんなりぐんなり。これ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 、他をなぜそのように笑わせられる。これは私が絵を存じておりまする、自陳歌唱王の歌に、我が恋は松尾しぐれの染め兼ねて、幕図が原に風騒ぐなりとこそようでござれ。いつの習いにぐんなり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 。いや、のもあまり面白うござらん。ちとところを変えましょう。それがようござりましょう。ああそう、ござれござれ。参りまする参りまする。さて、ただいまはむさとしたことを申しまして、近頃面目もござらん。いや、私もふと笑いましたが、そっともお心にかけさせられるな。心にかくることではござらん。お、この度は沢へ出ました。まことに沢へ出ました。またところが変われば、水の流れまでもが水々として春めいて面白いことではござらんか。おせがるる通り、青々として春めいて面白いことでござる。もしこの度はこれに赤いものが芽を出しましたわ。まことに赤いものが芽を出しました。いや、なんでござろうな。なんでござりましょうぞ。芍薬ではござんか。まことに芍薬草にござる。この芍薬と申すものは、花はきれいにござるが、詩にや歌にはようでないものでござるな。こなたはまたむさとしたことを仰せられる。これこそきっとした弾き歌がござるわ。あらば読ませられ。ご存じなくば言うて聞かせましょう。何言わずに何言わずに。芍薬の花冬ごもり冬ごもり。今を春べと芍薬の花とようでござるわ。なんじゃ芍薬
私がよう存じておりまする。しかも応仁の歌に何言わずに昨夜この花冬ごもり今お春べと昨夜この花とこそようでござれ。いつの習いに芍薬の花芍薬それよりは最善の軍なり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 ハハ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 ハぐんなりぐんなりぐんなりハハ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 ハ相撲を取りにはこの居合というたりと取らずにはおくまい。また取ったりと負けはすまい。いざ来い。いざ参ろう。重山さん汗かいてるじゃんちょっとやっぱ衣装が暑かったから、いや本当はですねこれ ね朝なんで朝で作らなきゃいけないんですけど我々の事情で、そうなポリエステルなんですもうそんなに関係ないですね。関係ない合わせの着物に綿襟を着込んでます、ね、いやせっかくなのでこれですね実はねうちの大学院生が作ったんですよ。工学部なんですよ工学部で、ミシンを縫うというですね、すごい男子がおりまして根本くんいるかな、今あれですで私が服をデザインしてですね彼がこの紙紐を、この重山一平さんの監修のもと縫いました本当にね生まれて初めてだったよね、はい、もう二度と縫うこともないじゃんいやこの道をね進むかもしれないいやそうなんですよ、こっちが芍薬赤い花、うん、そうそうでこっちがつくし、まあ、つくづくしってつくしのことなんですよね、うん、そうなんです。いやいや本当に、はい、いやいやタイムレスな表現になってきましたねいやいや本当にこのここをピッとね立てるのが大変だったんですよ本当にね昔の人は随分こう硬いものを着てたんだなと、まあ、もともとね麻で作ったりとか製合っていうその張りのある絹でね、うん、こういう紙紐っていうのを作られてたのでまあさすがにねその印刷に耐えうるその
弾力のあるものをこう立てるのはだいぶね、大変やったね。大変やったね。そうこの辺触るとこの苦心の跡がすごいこう見えてますんでね。いやー、重間さんがだんだん汗が出てきたとき、やっぱこれかなと思って、そうなんだよ、そう言っていただけると嬉しい。何ですか、夏物とか冬物がないんですよ。なるほど。夏でもこの合わせの着物を着て、中に道着っていう綿入れて、薄い座布団みたいなのを体に巻いてやってるので、はい、もうこれ1枚ぐらいやったら何度もないですね。あ、そうですか。そう言っていただけると、はい、ありがとうございます。ではそろそろ、対談の準備できましたか。はい、じゃあ、さよなら。いや、あの、重間さんは残っていて、はい、僕は残ります。はい。